イッツッティーン、サリームイッツッティーン、サリーム、本名はアブルズ・ザフラー・オスマーン・モハンマドは、イラクの政治家。シーア派に属し、シーア派系のイスラム主義政党ダーワ統系の政党、ダーワイスラム党の党首であるとともに、哲学者、思想家、政治運動家としても知られ、イスラムの学問を収めた裏マーでもあった。サリームは、バスラに生まれ、 19歳の時ダーワ島に入党した。後にバース島が政権を確立しダーワ島を弾圧し始めると20代でクウェートついでイランに亡命し1982年にイランに亡命したイラクのシーア派諸政党がイラクイスラム革命最高評議会を結成するとこれに参加した。イランでは新聞の執筆者として働く一方 深夜派のイスラム法学を収めて、ムジュタヒドの資格を得た。2003年のイラク戦争でサッダ・アムフセイン政権が倒壊するとイラクに帰国し、7月にイラク人諸派の代表者によりイラク統治評議会が招集されるとそのメンバーとなった。2004年5月1日に統治評議会議員のリンバーによる評議会議長の座に就任したが、5月17日に、 バグダードの連合国残定当局検問所前で起こった自爆テロにより暗殺された。ありがとうございます。